伊豆大島で13人の死亡が確認されるなど、台風被害の拡大を受け、安倍総理大臣は被災者の救出活動に全力を尽くすよう関係省庁に指示を出しました。関係機関一体となって被災者の救出救助活動に全力を尽くすとともに、ライフラインの早急な復旧などの応急対策に総力を挙げて当たってまいります。これを受け、古谷防災担当大臣が関係省庁を集めて対策会議を開きました。また、伊豆大島で被害が拡大していることから、東京都の要請を受けた陸上自衛隊の部隊およそ60人が被災者の救助に当たることにしています。